このね、みんなで推理っていうゲームがね、すごく面白いんですよね。俺好みというか。まあね、有名なものでは、まあ、アキネーターとか、まあ、ウミガメのスープ的なね、のを踏襲したクイズゲームみたいな感じなんだけど、まあ、ゲーム側がね、お題というか、まあ、キャラクターだったら、キャラクター、例えばドラえもんだったらドラえもんっていうワードを一つ用意して、こっちがね、実際に書き込んでですね、青いですかとか、ロボットですかとか、実際にちゃんとキーボードで書き込んで、で、まあ、向こうは、はい、いいえで答えられる質問をどんどん答えてくれる。まあ、AI なんでやってくれるっていう、まあ、アキネーターを自分でできるというゲームなんですけど、これね、あの、4人でやってすごく面白かったので、ちょっと1人でね、もう、キャラクタークイズに、キャラクタークイズのみで、キャラクタークイズのみで、もうなんかやっちゃおうかなと思ってですね。これ問題選ぶで、このキャラクター初級でね、まだこれアーリーなので、後々めちゃくちゃ難しいマイナーキャラとかも出てきたりすると思うんで、そういう時はやっていきたいんだけど、まあ初めちょっと10分やろうかな。で、今回はまあ、ちょっともう10もやっちゃおうかな。10個答えられたら終わるっていう感じで、ちょっとやってみようかなと思います。まあなんかね、自分でアキネーターを、やるみたいなさ、その、なんだろう、そういうの YouTube で流行ってるけど、俺もしかしたらさ、俺が一番初めなんじゃないか説が、を押してですね。俺昔ね、なんか何年間か前にアキネーターを自分でやるっていうのを、なんか人からパクったのではなく、自分で思いついてやったことがあるんですよ。これってかやんなきゃな。問題の正解率。だからもしかしたら俺が、YouTube では一番初めに人力アキネーター系をやったんじゃないかという、みんな調べてください。多分俺より前いるんだろうけど、もしかして俺初じゃねっていうところがありまして、じゃあまあ、人間ですか。まあね、みんなでやった時はふざけるしかなかったけど、これふざけても自分で回収するしかないんで、今回はしっかり解いていくってことをメインにやりたいと思います。あれ？はい、人間です。はい、人間です。まあこういうのもなんかね、ある程度、なんだろう、もう決まった、そのなんか道筋でやってったら、きっとだいぶ絞れる問題、クイズというか質問とかあると思うんですよね。最終的には5分で解くとか、3分で解くとかやってみようかな。子供ですか？はい、大人です。男？うん、男。あー、でも 30% って結構低いからな。漫画のキャラ？はい、漫画のキャラクターです。少年ジャンプ？10もちゃんと解いていこう。いえ、少年ジャンプではありません。スポーツ漫画？ここ聞きたい。スポーツ漫画じゃない。バトル漫画？これ5問とかで、10問とかで解く人とかもいるんだろうな。きっとアキネタとかそんな早かったりするもんね。バトル要素が含まれています。強い？強い？非常に強いで、戦闘能力が高いキャラクターです。これもうドラゴンボールとかなんじゃないの？能力者？能力者ではありませんが、非常に頭が切れる人物です。はぁ、少年ジャンプじゃなくて能力者バトルじゃないわけだ。能力者は出てくる？自分が能力者じゃないだけで、能力者もいるのかどうか気になる。その漫画に能力者は出てくる？ちょっと難しいよ、これ。はい、能力者が登場しますよ。あ、そうですか。ありがとうございます。能力者が登場する。ジャンプ、もう、能力者バトルってもうほぼジャンプみたいなとこあったけど、ジャンプじゃないんだもんな。で、バトル漫画。なんだ、何聞けばいいだろうな、これ。どうな、大きい？大きくない。小さい？あまりち、もう普通ってことだな。普通のサイズだ。普通のサイズぐらいの大人のバトル漫画。これ、はい、いえって難しいな。まだちょっとこのコツみたいなのが掴んでないな。なんかね、毎日アップデートされててね、AI が進化していってるらしいんだよな。
昔この俺らがやった時はもっとなんか補足説明みたいなの入れてきてヒントとかくれたんだけど、そういうのなくなってきてるのよ。 AI がバカじゃなくなってきてんのよ。あまり小さくはないです。ちょっと待ってよ。蹴りとかどう？蹴るより他の行動を取ります。何を取るんだよ。でもスポーツ漫画じゃないんだもんな。だからテコンドー、例えばテコンドーとか柔道とかじゃないの。本当にバチバチのバトル。マガジン？いいえ。チャンピオン？チャンピオンじゃない。サンデー？サンデー？何の漫画？マジで難しいこれ。やばいなこれ。10問解いていくぞって言ってたのにこれも解けない。あ、映画化、こういうとこだ。映画化してる？はい。歴史関係ある？例えばキングダムとかね。お、キングダムに出てる？いやー、別の歴史作品。日本の歴史、進み出したぞ。日本の歴史に関係している。戦国時代の漫画あんまり読んだことないぞ。もっと後の時代です。え？昭和？それ以前？大正？大正？大正？え？大正ってもう桜大戦ぐらいしか知らんけど。でも漫画って言ってたもんな。あ、今ゲームは？ゲーム？ゲームのキャラクターじゃない。桜大戦じゃない。大正のバトル漫画って何？敵は人間？人間との対立や戦いがあります。戦争とか関係ある？戦争関係ある？俺知らんのちゃうこれ。戦争に、大正の戦争、大正、明治だと日露戦争とかか。大正はなんかあんま戦争してるイメージはない。ちょっと待って、これ何これ、むずない？日本の歴史って分かったけど、日本人ですか？でも主人公なのかな、そもそも。そこ聞いてないな。主人公じゃない。何これ、マジで分かんない。超むずいんだけど。何これ、なんでこんなむずいの。みんな分かってんのかな。あー、それ抜けてたみたいになんのかな。俺知らない可能性ある。その漫画読んでない可能性ある。有名？とても有名。じゃあ知ってるよな、そんな言われ方したら。あ、待って、ゴールデンカムイとかって何時代だ。お、え、カムイのキャラ？おお、ゴールデンカムイのキャラクター。囚人？たどり着いた。囚人ではありませんが、大きくもない。じゃあ兵士っていうか、なんていうの、なんていうの、軍人だ。軍人？おじさん？おじさん、えらい？わあ、なんて言うんだっけ、あいつ、分かってんの、大佐だっけ、あの人。もっと偉いか。あと1分しかない。大佐？あ、注意。あ、注意だから、注意。あ、これ、このヒントをくれんの、ありがたいな。なんて名前だっけ？
なんだっけ、ね、分かってんのよ、分かってんの、玉木宏がやってんのよ。てかこの漫画読んでるからめっちゃ読んでたわ。分かった。行くよ、回答鶴見注意。やったー。無事無事鶴見注意。むずいむずいむずい。ゴールデンカムイのまあ一番の敵かな、多分、うん、一番の敵ですね。初めから最後まで徹底でしても一番のラスボスみたいな感じの敵でね。まあそう、この人自体も魅力がすごいあるっていう感じですけども、おもろ。それで1問終わりましたね。あー面白い面白い。10個やるらしい。まあ簡単なもん出てくるだろうからな。まあ人間はどうかはもうこれ聞いとくのはありだと思う。これ家の方が逆に絞れるもんね。で、大人、はい、子供ね。女の子ですね。学生、学生ではありません。赤ちゃんの可能性ある。あれ、これひまわりじゃない、野原家。これ前出ましたよこれ。よしよし、稼いだ稼いだ。野原、ひま、これ前も出ましたね。これもう前も出てたからすぐ分かった。よし稼いだー。次の問題いきましょう。2問鶴見注意でね、時間かかった分いけたな。人間、はい、私は人間ではありません。いや、お前なのかこれ。お前自体なのか、この質問を返してるやつは。人間じゃない、動物かい。動物、動物に関係しています。関係してるってなんだよ。小さい動物かどうか。小さな動物、主人公なのかどうか。主人公の一人だよ。関係性とか、もしかしてもピカチュウとかさ、例えばモンスター。モンスターではない、ポケモンじゃないね。小さな動物、例えばアライグマ、ラスカルみたいなね。潰しとこうか。アライグマ、 いえ、海に住んでるキャラクターにヒントくれた。海に住んでる小さな生き物、海に住んでる、なんだそれ。漫画のキャラかどうか聞こう。あー、ちゃんと打てないな。ちょっと漫画のキャラ、漫画のキャラクター、アニメか、アニメのキャラ、アニメ映画のキャラクター。なんかヒントくれんだよなたまに。アニメ映画のキャラ、海、ポニョか。ポニョっぽくないこれ。ジブリじゃない、ポニョじゃない、危ねえ。海の生物、小さくて海の、うん、でもモンスター、モンスターなのかなポニョって。モンスターっぽい感じもあるよな。主人公の一人、主人公いっぱいいるの。アニメのキャラ、あとディズニー、ディズニーとかもありるか。ディズニー、はい、そうだよ、ディズニーの作品に登場するキャラクターです。なんかちょっと定まってないな、俺との距離感が。ディズニーで小さなキャラ、海に、ディズニーで海、なんだディズニーで海って。平成の作品、古いかどうか。平成の作品、まあほぼ平成だけど、まあ最近のやつじゃないし、めっちゃ古いものでもないってことね。ピクサー関係ある？ピクサーは？ピクサー作品のキャラクターです。あ、じゃあニモかドリーだ。迷子になる、迷子になることがあります。あ、ニモかドリーだな。クマノミ好きなんですよ、ファイティングニモ。あ、オッケー。にも、よーし、いけんじゃん。おもろいおもろいおもろい。ファインディングにもでした。ファイティングにもじゃないですかね。ファインディングが
ニモを探せみたいな意味だからね。はい、ニモ。おお、今回早かったんじゃない？何分ってここには出てないな。もう出てないけど。じゃあちょっと次々やっていこうか。もう3問いきましたね。5問超えたらちょっと時間制限とかやっちゃおうかな。ちょっとやっぱ上手くなりたいからな。ウミガメのスープとか俺参加とかできないからさ。やっぱこういうのをちょっと強くなりたいんだよな。こういう能力を上げたい。動物じゃない。ロボット？はい、そうです。彼はロボットのような特徴を持ってます。はあ、ドラえもんか？42%。この正解率も意外と大事だよな。やっぱマイナーだと正解率高くならない。絶対高くならないからな。小さい？ああ、ドラえもんの可能性はあるね。主人公？はい。いえ、彼は物語の中心人物の一人でもあるけどね。そうですか。ドラえもんってドラえもんじゃなくてのび太が主人公なんだよな、多分。多分ね。青い？青い部分があります。ドラえもんじゃない？お手伝いロボット？あれ？任務のために作られたキャラクターです。なんかちょっと儚いな。喋るのかな？喋る？はい、彼は言葉を発することができます。任務のために作られたキャラクター、なんだ任務って。アニメある？まあ大抵アニメあんだよな。主に映画としても知られてるよ。映画。青い部分がある。ロボットで小さい。だからバズライトイヤーとか、まああれロボットじゃないか、宇宙飛行士か。あれロボットの部分があるだけで、ロボットというか機械の部分。映画として知られてます。またディズニーの可能性ある？ディズニー多いな。ウォーリーとか？ウォーリーとかなんかあれよね、あのピクサー。知らん人結構いると思うけどな。あら！ロボット。お掃除する？ただしお掃除するキャラクターがいます。何それ？ロボットでちっちゃくない。なんだろうなぁ。ピクサーなんか少ないもんなぁ。平成の作品？だ最近のピクサー俺そんなに見れてないから。うん。ってことはここら辺だったら俺見たことあるなぁ。ピクサーの全部の DVD みたいなもの持ってるもん、一時のさ。平成の作品です。主人公。喋る。白い部分が白と青。なんだ、パッと出てこねえな。ピクサーあれ主人公じゃないね。ウォーリー主人公なんだよな。おもちゃ。あら、おもちゃってことはもうトイストーリーじゃない？トイストーリーに出てる？おー、来てるね。はいはい。でもさ、トイストーリーに出てて小さくないってのがなんかあんまりちょっと小さいでしょって思っちゃうけどな。これ小さい、いいえ。あ、おっきい、おっきいって言ってんだもんね。トイストーリーのキャラクター。任務のために作られたロボット。ロボットキャラクター、任務。スペイン語を喋る。これバズだけど。いえ、スペイン語は喋りません。彼の特徴ではないですね。違うんですね。ロボットってなんだ？男か女か聞いてないか。そういうの、そういう概念あんのかな。男、はいはいはい。ロボット。トイストーリーでロボット。敵ではね、普段は仲間として活躍しています。はいはいはい。バズかな。宇宙関係ある？
もうバズでいいよなこれ。ちょっといろいろ気になるとこあるけど、バズライトイヤー。おーちょっと待って、ロボットの特徴を持ってます。あーでもそれは合ってるな。これ小さいと俺思うんだけどな、俺の中で。トイストーリーのキャラクターの中では小さくないけど、現実だと小さいよな。主に映画として知られてます。バズライトイヤーってでも主人公の作品あるけどね、あの俺まだ見てないけどね、最新バズライトイヤーっていう作品あるけどね。あでもなんか溶けてんのすごいね。うん、ちゃんと溶けてるわ。いけますね。あんなになんか4人でやった時全然うまくいかなかったのに、やっぱふざけちゃダメだな人間。少し特別な背景があります。あなんか喋りすぎんだよなこいつ。特別な背景があるキャラクター好きだけど、大人、働いているかどうかとか、どうでしょう。ている。でもその仕事は普通じゃないかも。え、悪人もしかして。悪役です。彼には複雑な過去がありますよ。ほらヴィランとか全部青色だよ。そのはいで答えられる質問してるから、これしかなり絞れてますよ。主人公じゃないんだよな。主人公の可能性もあるか。主人公じゃない、例えばラスボスかどうか。はい、物語の重要な敵キャラクターです。おーなるほど。漫画映画が好きかい。ところで映画が好きかい。どうしたどうした、ヒントの与え方が下手くそだなお前。ちょっと修正してくれようとしてるの。映画のキャラクター、アニメかどうか気になるな。アニメではありません。でも映像作品です。映画のラスボス、ヒーロー映画かな。ヒーロー映画、ヒーローというよりは悪役が目立つかな。え、悪役が目立つかな。なんだ、ジョーカーとか。例えば重要な敵キャラクターです。犯罪をする、犯罪に関与することがあります。 44% ちょっとジョーカーかどうか。ただバットマンのボスですから、ジョーカーはバットマン関係ある。関係あります。他のシリーズのキャラクターです。関係もありませんでしたね。ヒーロー関係ないって言ってたもんな。なんだ、何の映画だ。平成の作品、平成の作品だと知ってる可能性があるんだよな俺が。あれ、令和の作品、え、昭和の作品。昭和だったらもうだいぶ古いよ。当時の人気は高かったよ。なんだよこれ。え、どういうこと、平成でも令和でも昭和でもないってどういうこと。え、大正の作品ってこと。え、どういうこと。なんだ、もっと未来の話です。あ、そういう風に感じになっちゃってんの。あ、当時の人気は高かったよ。平成に作られた映画、この書き方の方がいいのか。オリジナルの映画が作られました。え、むずい。大抵アニメとかだったのよ今まで。漫画とか、あーちょ、なんか大事しちゃった。なんだなんだ、平成オリジナルの映画が作られました。大きいかどうか。大きくて迫力があります。ヒーローというより悪役が目立つかな。わかんない、昔の作品なんだよな。アメコミかどうか。アメコミではありません。有名な映画で有名なキャラクターです。大人の働いている映画、なんか有名な日本の映画、日本の映画かどうか聞こうか。日本の映画、
日本の映画、海外か。喋るの当たり前か。大人で男で働いてて悪人で、ま、年齢を聞こうか。おじさん？年齢的にはそうですね。強い？とても強力な存在です。まあ、強いの当たり前か。ラスボスなんだもんね。ええー、いや、無事！これ5分制限だったらもう解けないじゃん。強い、強力な存在です。例えば銃を使うとか、どう？銃を使う？使わない。彼はもっと特別な能力、武器を使います。なんだ特別な武器って。例えば能力者かどうか。非常、能力を持ってます。それは非常に特別な力です。何それ？何これ？わかんねえ。特別な武器って何？これ答えられないかも。全然わかんないわ。昔の映画なんだもんね。ちょっと改めて聞いていい？昔の映画かどうか。昔の映画に登場するキャラクターです。おじさんがすごい武器を使ってラスボスと。なんだろう。ゲーム出てるかな。ゲームにはよく登場します。なんだそれ。ゲームになってる。プレステのゲームになってる。有名な作品だから可能性はあるかもね。ファミコンのゲームになってる。ファミコンのゲームになってます。他のメディアもよく知られてる。あ、ファミコンにある。ファミコンは俺もうほとんどのファミコンソフトを箱で持ってる。なんだ俺って。でもあんまり見てないんだよな、きっと。ファミコンバットマンあるぞ。スターウォーズとかどうだ。スターウォーズ俺あんま知らないんだけど。あ、そう。作品名、例えばダース・ベイダーとかどうなの。俺スターウォーズ知らないんだけど。あっあー、俺見たこと一切ないんだよな、スターウォーズ。あー、オッケー。いや、まさかファミコンのゲームになってるで答えれるとは思わんかったな。2個あるからね、スターウォーズのゲーム。オッケー。じゃあこれ、今んとこ5個解いたから、ここから回答時間5分のスピードチャレンジやってみようか。もう観光地とかここら辺も解けるわけないもんな。いくぞ。うわ、30%。スピードいくよ。人間。大人、男？なんかいらんの入っちゃう。男、漫画、ジャンプ？確かジャンプ。戦う？主人公じゃないんだろうな、きっと 37% だから。主人公じゃない。敵でもない。仲間で他の人々と協力して戦います。はい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 。ジャンプ、昭和の作品、平成以降、今もやってる。わかりません。あー、そういうこと。アニメになってる。まあ、ジャンプだったらアニメになってるよな。アニメになってます。能力者？強力な能力を持っています。ワンピース関係ある？有名な戦士が登場する作品。
ドラゴンボールかな。もうこっちの二択になるよな。ドラゴンボール、戦士。いえ違います。質問変えてください。例えば忍者、忍者出てくる？ナルト。忍者出てきません。で、武士や戦士が出ますよ。歴史ものってこと？歴史関係ある？ジャンプだよな。直接の歴史関係はありません。ああ、キングダムとかではない。むずいむずいむずい。アニメ出てきて男で、武器を使う？そうですね、武器を使うキャラクターです。ハンターハンター関係あるかな。ハンター、ハンター出ません。ハン、ハンターハンターに出てくる。5分怖っ。ハンターハンターに出てきません。ドラゴンボール能力者強力な能力になってます。大人、どれぐらいの大人か。学生、働いている、特定の役割を持って働いています。あー、そういう系か。俺が読んでない可能性あるな。アニメになっている。敵仲間、武器を使う。あー、ちょっと俺が読んでない系の可能性あるか。あー、ちょっと難しい。やばい、なんか頭に何も出てこない。モテる？モテると思います。彼はカリスマ的な魅力があります。なんだ、五条先生とか、わかんない。俺あんまり知らないんだよな。呪術先生ではありません。主人公と同年代、あれ学生だもんな。主人公より年上です。先生ではない。主人公より年上。ジャンプ、忍者か、ナルトに出てくる？ナルトに登場していません。呪術に出てくる？知らないんだよな。あ、違います。悠々白書に出てくる？はてな、打てない。もうダメだ！スポーツ関係あるかな？やべ、なんか音が。スポーツ漫画だ。バトルよね。今更もな、そんな。バトル漫画だよな。バトルです。わかんねえ。すいません。なにこれ。くっそ、作品も絞れない。あー、鬼滅か。うわー、こう、うわー、煉獄さん。あー、そうか。わあ、なんだ、もう一番なんか有名というか、うわあ、忘れ、抜けてた、鬼滅。あ、歴史。ああ。先生ではないもんな、炭治郎の。もう先生、まあ、柱、先生もやってたけどな、同年代、年上。先生というか、まあ、あれか、受け子的な。あ、なんかあったよね、受け子さんがそういうの。学生ではない。わあ、一個抜けてた。剣士とか歴史な、直接の歴史は関係ないけど歴史ものだ。忍者出てきません。まあそう、その通りだな。いや悔しい、これいけたよ。これちょっと、これはダメですね。もう一回なんか、あ、 60% 今ちょっと鬼滅が抜けてたわ。人間だよって、彼女、ああ女性ってとこも、働いてるかどうか案外大事なんだよな。特定の職業についてます。戦うかどうか。はい、戦う。漫画、ストーリーは魅力的だよ。ドラマ、
違う。映画？ゲーム。ゲームのキャラクター、ピーチか？ピーチピーチピーチ。姫。姫じゃない。ゲームの女性、働いている女性、戦うことが得意。武器を使う？武器を使うことがあります。スマブラに出てる？出てないよ。日本産のゲームに登場するキャラクターです。なるほど。日本のゲーム。ファミコンに出てる？その時代に近いです。ゲームボーイに出てる？初期の作品ってなんだ？ゲームボーイには出てない。なんだこれ。全然わかんない。日本のゲーム。主人公かどうか大事だな。主人公？時々主人公を務めることがあります。ピーチとかまさにそうよ。時々主人公を務めることがある。ゲーム。何のゲーム機かちょっと知りたいな。携帯ゲーム機に出てる？ AI ってすごいよな。彼女が登場する作品があります。はいはいはい。任天堂。そう、メーカー機構。任天堂？あ、任天堂とは関係ないキャラクター。嘘。スマブラ出てないんだもんな。プレステ？そしてプレステでも遊べるよ。ヒロインか？言えるかもしれません。RPG？ この作品アクション要素が強い。アクション！あ、バイオとか？バイオ？ハザード？おー！どうぞどうぞ！警察？警察官ですか？特別な部隊に所属してました。警察だったらこれはもうジル・バレンタインでしょう。きたー！クイズに10回正解、クイズ好き。おー！早いんじゃない今の。今の良かったね。はい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 。もう初級だからできることだよな。5分でこう、早く解くってのは面白いな。人間？人間の姿をしていますが、実際はそうではありません。なんだそれ。男？女の子、子供。学生？学生ではね、死んでる？死んでない。女の子、人間の姿をしていれば、実際はそうではありません。機械なの？ロボットとか。生身の存在。なんだこの、実際はそうではありませんみたいな。何これ。ま、作品を絞るか。漫画？はい、漫画にも。映画？映画は、映画にも、映画ではありませんが、映画にも登場します。なんだそれ。主人公？主人公の妹です。めっちゃ重要な、あれだな。でもなんか人間の姿してるけどし、漫画にも登場する。アニメになってる？アニメ化されてます。平成の作品？平成に始まる。なんか主人公戦う戦士？はい、戦います。でも主に肉弾戦じゃないよ。あー、なんかセーラームーン的な感じ。セーラームーン関係あるかな。セーラームーン関係ある。なんか妹いるよね。あー、違うか。新子の妹。魔法使うかな。女の子。魔法使えない女の子に人気の作品。多くの女の子に人気がある作品です。少女漫画なのかな。フィーセンの作品、アニメになって主人公、戦士。セラム関係ある。魔法を使う？魔法は使いません。
肉弾戦じゃないよ。なんだ、魔法も使わない、むずむず、え、むず。少年漫画、少年漫画で女の子に人気、主人公女、ジャンピってなんだ、ジャンプ、ジャンプの作品、主人公の、あ、そっか、主人公の妹ってことは別に主人公イコール男ってわけじゃないか、主人公は男、そうか、なんか勝手に姉妹だと、あ、え、あ、あ、姉妹だ、あ、いっぱいいる、主人公女、え、主人公女の子でジャンプ、え、主人公女の子のジャンプって結構少ないよね。女主人公のジャンプ漫画ってなんだ、やばい、頭が全然出てこない、頭が、ま、回らない。主人公女の子、妹がいる、俺知らないんじゃないの、平成の作品、平成に始まった作品、強い、強いんだろうな、かなり強い、なんだそれ、能力者か、特殊な能力を持っている、俺知らないんじゃないこれとか言いながら、大抵なあれなんだけど、妹、機械、生身の存在です、あられちゃんとかではないよな、ジャンプで機械でも生身の存在って言ってるのもない、いや、むずいむずいむずいよ、大丈夫だよ、簡単な質問から始めるね、キャラクターは女性ですか、それ知ってんのよ、なんだ、いやー悔しい、煉獄さんと同じ現象起きてるよな、きっと映画にはなってないけど映画に登場します、もう何これ、あーダメだ、悔しい、5分じゃ解けない、10分あっても解けるか分からんけど、いやーこれ 見たい、知りたい、ちょっとさあれ、主人公は男、あ、これなんか聞き方が変だったのかな、禰豆子、ちょっとこれちょっとずるいよな、もう鬼滅の刃ちょっとこれやめてくれんかな、鬼滅の刃もう一回読み直そうかな、実際はそうではありません、鬼になってるもんね、あーそっか、兄弟いっぱいあるもんな、まあ女の子に禰豆子人気あるよな、そりゃてかね、あるもんな、戦う、主に肉弾戦じゃないよ、肉弾戦じゃない、禰豆子ってなんか血を沸騰させたりとかあるけど、俺肉弾戦な気もするけど、ちょっとなんか気になるな、もう初めに消してやろう、あ、時代設定が少し似てる部分もあるかな、な、そうなんだ、どこ、はい、大人、もう鬼滅の刃頭に入れよう、まだ成長途中なんだ、学生か、学生じゃないのに成長途中、子供でいいんだよね、何これ、中途半端なお年頃なの何それめちゃくちゃ難しいな。漫画？あ、アニメ映画もありますよ。ジャンプかどうか聞こう。ジャンプになっちゃう、いつも。ジャンプ？別の出版社の作品。少年漫画？少年漫画の一つ。マガジン？コナン系か？サンデー？なんだろうな、スポーツ漫画、冒険の要素がある、冒険するんだ、バトル漫画、
バトル要素も、ね、やたら冒険するんだな。いや、無事無事少年漫画なんだよな。昔なんだよな、現代の作品、少し古い時代の物語です。日本が舞台、少し違う時代場所かもしれません。日本だけど、日本和風ではあるってことか。和風、冒険するってあんま知らないな。ゴールデンカムイ関係ある？また同じの出がちだからな。関係ある？ああ、全く関係ない。興味深い冒険の話ですね。まあそうなんですよね。バトル要素含んでいる。子供、男の子、能力あるかな。能力ある？特殊な能力を持っています。なんだ特殊な能力って。仲間はいる？仲間いますね。彼は一人で行動しないことが多いです。いや、もう無事な、無事5分無事な、この引っかかんなかった。あとなんか1個でもなんか変な間違いというかね、 AI のあれで間違いがちょっとなんか微妙な回答があったら、そっちに引っ張られていってる可能性もあるんだよな。例えば実はジャンプとかね、マガジン出てるとか、ちゃんと買った感じ、買ったか。あ、サンデー、あぶあぶねー。サンデーの冒険漫画、小学館の漫画雑誌だね。サンデーの冒険漫画、俺知らないかもな。あんま読んだことないな、サンデーの漫画。サンデーの漫画、なんかマギとかあったよな。サンデーの冒険漫画、青山先生。じゃ、でもジャンプ、サンデーなのにジャンプに関係ある？何を言ってんだ。週刊少年サンデーに連載されていました。お、昔なんだ。あー、でも分かんないな。なんかあれ、カラクリサーカスとかそこらへんか。いやー、わかんねー、ごめん、無理。いや、もう無理、もう時間ないもん。時間ないもん、無理だよ。分かった、できるだけ早く質問するね。お前が質問するんじゃないんだよ。ねえ、分かんないよ。分かんない。励ましてくれるけども。犬夜叉、犬夜叉、高橋留美子、犬夜叉、俺あんま知らないんだよな。犬夜叉で知ってんの、四魂のかけらってワードだけなんだよな。はぁ、なるほど。まあ、有名な作品であるけど、30% ぐらいになるか。ちょっと全然解けなくなっている。人間？大人、これ絶対解くわ。10代の少年です。ほいほいほい。バトル漫画？はい、戦いアクションの要素があります。ジャンプ作品？違う。主人公？犬夜叉は冒険するんだな。主人公、はい、いいねいいねいいね。バトルマガジン、マガジン？いえ、またサンデーじゃないだろうな。彼の出身はそっちじゃないね。あ、そうっすか。その少年漫画じゃないってことかな。少年漫画と言えます。
主人公、10代の少年が戦いやアクションの要素があります。能力者、特殊なスキルや能力を持っています。ジャンプでもマガジンでもサンデーでもないんだもんな。チャンピオンか。あ、そう、そうじゃない、そうじゃないのよそういうことじゃなくて、チャンピオンで連載されてる。あー、なんだこれ、映画、あ、映画になってない、アニメ、アニメにはなってる。50% でしょ。仲間いる、まあ大抵仲間いるか。大切な存在がいる。はい、10代のバトル漫画主人公で、武器使う、剣士、歴史関係ある、ファンタジー、え、ファンタジー、西洋ファンタジー、ファンタジー、え、まあ、西洋とは限らんか、ファンタジー、な、あー、無事くっそー、5分やめようかな。歴史関係あるファンタジーの作品です。モンスター出てくる、例えばドラゴンとか出てくる。ドラゴンのような生物は登場しますね。雑誌が分かんないんだよな。例えばフェアリーテイルとか読んだことないけど。ああ、魔法のギルドではありません。それっぽいこと答えてきた。モンスター、武器を使う、剣士、主人公、ダンジョン潜るどうなんだ、ダンジョン飯とか好きなんだけど。ダンジョンを潜る、ダンジョン、まあそんな有名じゃないけどな。ダンジョン飯に出てる、どうだ、あー出てないか。ダンジョンを探検するゲームかどうか聞いてる俺。ゲーム、ゲームか聞いてないのか。ガンガンだったのかな。これどうしよう、魔法陣グルグルとかだったら魔法陣は使えません。なんだ、むずいな。あー、なるほどごめんな、1ミリも知らないんだ。よし、行こう。ちょっと今流れすげえ悪いからな。なんかもう簡単なの一回来て、ちょっと流れ変えたい。大人？大人ですね。働いている？はい。戦うことが主な活動かな？そうですか。じゃあバトル漫画なのかな？バトル漫画？バトル漫画ではないけど戦うことが主な活動。はい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 。少年漫画？あれ、格闘ゲームの、あー、なるほど戦うことが、ストリートファイターじゃない？戦いでもう言う、あら、わかりませんよって。主人公？
赤色？ああ金髪？きたーよしよし流れ変わったぞ、とうとう剣よし、オッケー7個いったよしよし、じゃあちょっと一回なんか適当なの挟もうか。一回ね、世界の観光地とか国とかもチリは終わってるから、まあ、これもなほぼ終わってるけども、世界史だったら終わりなんだよな、取ってないから。男性、はいはいはい、日本人、はい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 、戦国時代の人、はい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 、天下統一、天下統一した、途中まで達成しましたが、もう一人しかいないじゃんこれ。終わり関係ある、ん織田信長じゃねえか。めっちゃ簡単だったな、いきなり。きたー稼いでってる8問目よし、じゃあちょっとこれもう一回歴史いこうか。男、はい、日本人かどうか大事なんだよな。終わったー、偉い人、業界で大きな影響を与えた人物だよ。発明家、発明家、賞を取った、ごめんねちょっと待って、賞を取った、作った可能性もあるよな。おー、なるほど。例えばダイナマイト作ったとか、ノーベル、あーノーベルじゃない、数々の賞を受けている、何を作ったんだろうな、何人だろう、イギリス人、あアメリカ人、あ分解好き分解好き、いや特に好きではありません。エジソンじゃないか、エジソンが何人かあんまり分かってないけど、トーマス・エジソンだからまあアメリカ人なのかな。何を作ったんだろうな、科学者、科学なんだな、科学者かどうか分かったとしてもな、技術者、数学者ではない。でももうなんか前回見たあれだな、ニュートンとかそっち系じゃないってことだよな。なんだ、何を入れたらいいかがもう、飛行機とかも発明家になる？飛行機関係ある？あー、ライト兄弟じゃないってことか。電話作ったとか。もうここぐらいしかわかんないけど俺。なんだっけ、ベル博士じゃないわけだよな。画家でもあるとかどう？画家でもない。いや、情報少ない。情報少ない。エジソンじゃないの？エジソンじゃないよね。分解好きじゃダメだもんな。発明家で一番有名なのはもうエジソンだもんな。何を作ったんだろう、何を作った、何を作った、怒られるんだろうな。彼は有名なテクノロジーメーカーに、あ待って、そういうこと、パソコンとか、パソコン関係、あ Windows は
Windows。 あれ、パソコンと深い関係ある。 Mac とは深い関係ある？ハンバーガーじゃないぞ。あら、じゃあでもジョブズだよな。いけ、よー意外と最近の人でした。まあノーベル賞とか取ってはいないのかな、どうなんだろうな。そういう感じじゃないよな。お、9問来た、9問来た。じゃあキャラクタークイズいきましょうか。もうこれで解いて終わろう。結構長くやったし、大体分かったな、なんかやり方というか。ここで綺麗に解きましょう。大人、彼女は成人として書かれてある、はい、大人の女性ですね。はい、働いている、はい、匿名の使命を持って、はあ、バトル漫画、バトル、冒険、出たー、冒険したがんのよ。なんな匿名な使命って。多くの人に愛されてる、なんだアニメ、あ違う、アニメなってない、映画でもない、ゲームは、ゲームに登場するキャラクター、あーゲームなんだ。主人公、仲間、彼女は仲間と一緒に旅をしている、あー旅をしている、ヒロインなのかな。じゃあヒロインです。でもどうかな、なんだ、死ぬ、死ぬな、死ぬんだこの人。エアリスとかね、 FF、 あ、エアリス、姫じゃないよね、やってないからな、姫ではないよ、エアリスじゃないのかな。まだちょっと聞くのは怖いな。 FF の死ぬ女キャラ、あの人が何の人か知らないけど、ラスボスに殺される。あ、いいえ、あれ、なんかそういうわけじゃないのかな、あれって。セブン知らないんだよな、あんまり。仲間にクラウドはいる？あれ？ FF なんだよな。ん？ FF でなんか間違ってるかな、これ。もう一回ちゃんと聞こう。に出てる？うん。エアリスって一回打ってみようか。俺があんまよく分かってないところで。でも死ぬのはエアリスか知らないから。あれ？含まれてます、死ぬ、知らない。 FF7、 あれ、 FF10、 ヒロイン、じゃあ、ユーナだっけ。 FF あれってユーナだっけ。ユーナ、 F、 ちょっと、ユーナかだけ、あ、ユーナで合ってるな。ユーナ、召喚師だよな、あれ。俺、FF10 は1個目は、なんか1回だけやったことあるんだよ、子供の時。あー、死ぬっけ、ユーナって。ティーダはなんか消えたみたいなイメージあるけど、点2で講座、点2とかやってないのよな。やったーごめんね、ちょいちょいなんか確認だけはちょっとたまにさせてもらってるけど、あーでも全部いきました。これ5分で解くって結構難しいね。なんか作品がワンピースの中だけとか限られてんだったらもうちょっと早くね、ドラゴンボールのやつとかわかるけど、まあいろんな作品のってなるとちょっときついね。待って、ユーナって死ぬの？ちょっと検索していいですか、これだけ。死ぬわけではないってこと？代わりに死ぬのかな。まあよくわかんないけど、あ、でもとりあえず10個解きました。ちょっとこれ武者修行みたいな
感じでしたけど面白かったね。はい、召喚師ですとかね、まあ一応ね5分でなんとかたどり着けるやつはたどり着けるけど、やっぱちょっと鬼滅の刃だけはなんか頭からずり抜けちゃうな。あんなに有名であんなに好きなんだけど、なんかもうジャンプっていうよりもうなんかもうジャンプの枠をもう外れてしまうぐらいなんか当然人気あったから、なんかそういうイメージがちょっと頭の中でついてる。アニメっていうイメージの方が強かったり、映画っていうイメージの方が強かったりしたのかもしれませんね。はい、ということで、ご視聴ありがとうございました。これアップデートが来たらね、またまたどんどんやっていきたいと思います。お疲れ様でした。